全国の皆さんこんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業の田川です。今日ご紹介していきますのはこちらのお車ですね。ハイエースワゴン GL の新型新車の、肉のガソリン、そしてフレックスオリジナルシートアレンジ内装仮装のバージョン5、こちらご紹介していきたいと思います。はい、まずこちらトヨタ純正オプションでトヨタセーフティーセンスとパノラミックビューモニターのカメラ、そしてインテリジェントクリアランスソナーがついてます。はい、そしてこちらがフレックスオリジナルデルフィーのフロントスポイラーになります。はい、そして車体の方は2インチローダウンしていますので通常よりも約5センチぐらいは低くなっています。はい、そしてこちらフレックスオリジナルデルフィーのオーバーフェンダーですね。そしてこちらフレックスオリジナルデルフ02ホイール17インチとグッドイヤーのナスカータイヤになります。はい、そしてこちらトヨタ純正オプションのデジタルインナーミラーのカメラの部分になります。そしてインテリジェントクリアランスソナーリアにも4点ございます。はい、そしてバックカメラ付きになります。はい、はい、じゃあ内装前からご案内します。こちらパワースライドドア付きになります。はい、はい、こちらレボシートが2脚3人とお二人ですね。そして乗車定員は10人になるんですけれども、一番後ろの部分に後ろ向きで3人座っていただけるような状態になっています。そしてこちら電装品カロッツェリアのフリップダウンモニターですね。はい、そしてフロントのナビが、イクリプスの、7インチナビになります。そしてこちらデジタルインナーミラーの映像の部分ですね。こういう風に映し出されてます。はい、そしてバックカメラとパノラミックビューモニター、はい、そして ETC もついてるお車になりますね。はい、はい、いかがでしょうか。こちらレボシート2脚ついてますので、フラットにしたり向かい合わせにしたり、かなりそのご家族多い方に使い勝手のいいお車になりますので、まあ、ぜひ一度このレボシートというものを実際に体感しに来てください。はい、そしたら今回のご紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。